おさっすまちごりです。というわけでね、今回も古着紹介やっていきたいと思います。今回紹介するのはこちらに、ね、なりますね。はい、魅惑のヴィンテージシャツの世界ということでね、今回はご紹介していきたいと思うんですけども、まあ、要はね、襟付きの普通のシャツなんですけど、昔のやつってね、結構生地が良かったりとか、絵柄がなかなかね、こう前衛的というか攻めてる絵柄のね、シャツが多かったりして、これが結構面白いんですよね。でやっぱね、現行の服にはないような風合いっていうのがね、これがまた古着とかヴィンテージらしくてね、すげえいいなと思ったんで、今回はちょっと紹介していこうと思います。はい、まず1着目こちらになりますね。1960年代頃のシャツです。まあ普通の襟付きシャツにあるようなこのコットンの生地なんですけど、この絵柄のパターン半端ないっすよね。このバティックパターンっていうのかな。で、ところどころにこの鮮やかな赤が見えるっていうね、この黄色ベースのからし色ベースのところに入る赤っていうね、このワンポイントすごいかっこいいなと思いますね。でさらにこれ染み込みプリントになってるんで、着れば着るほどね、こう風合いが増していくっていう、まさにヴィンテージ好きにはたまらない感じっすね。やっぱこういうね、柄のパターンの発想とかね、この染み込みプリントでやるっていうところがやっぱヴィンテージのね、まあ一つの形なのかなと思いますね。これめっちゃかっこいいです。意外とミリタリーとかね、相性いいんですよね。まあ普通のミリタリージャケットとか着てもいいですし、モッツコートとかにもね、合うと思いますし、あと A2 フライトジャケットみたいな、そういうレザージャケットでチラ見せするみたいな、そういうのでもすごい俺かっこいいなと思ってね、このシャツ結構ね重宝します。柄は結構奇抜なんですけど、意外と収まりがいいっていうね、そういうアイテムになりますね。これいいっすね。はい、続いてはこちらですね。これがね、1960年代のレイヨンオンブレチェックシャツになります。これはヴィンテージ好きな人は結構ね、有名というか知ってる人も多いと思うんですけども、この配色パターンいいっすね。このレッドが入って、ここにねホワイトがあって、でブラックも入る、でさらにこの青も入るっていうね、これかなりね豪華というか、定番に見えるんですけど意外と見つからないこのパターンね。でしかもこのやっぱりね、デッドストックとかじゃなくて結構使われてる風合いがすごい出てて、これは本当にまさにね、見てると吸い込まれそうになるような半端じゃないチェックパターン、オンブレチェックになってますね。これめっちゃいいです。まあ秋口ね、本当これ1枚でもいいんですけども、まあ、これもさっきのねチェックシャツと同じで、まあ、ミリタリーのチラ見せ用とかに使ってみてもかなりねいいんじゃないかなと思いますね。はい、このオンブレチェックパターンもかっこいいですね。で最後にご紹介するのがこちらになりますね。これが1980年代頃のレイヨンのね、柄シャツになりますね。まあ、1980年代頃から1990年代にかけてっていうのは、こういうね、レイヨンの柄シャツ、特にこの半袖シャツとかっていうのはかなりね、まあ、アメリカとか中心に生産されてたん で、これもその一つになるんですけども、まあ、この時代いっぱい作られていた中で、僕はね、これがすごいいいなと思いますね。このボタンがね、2個ずつセットになってるような感じなんですよね、このボタンの感じ。これもかっこいいですし、あとはなんて言うんだだろうね、この柄のパターンがちょっとどこか和を感じさせるような、水墨画じゃないですけどね、そういう世界観もありつつの、まあ、ピカソとかじゃないですけどね、その辺の前衛的な前衛芸術のような雰囲気も醸し出しているっていうね。はい、この何とも言えないこの柄、さらにこのね半袖でこのちょっとプルプル感のあるねレイヨンの感じ、さっきのオンブレチェックシャツもそうですけどね、ちょっとこのレイヨンの質感っていうのもすごいしっとりしてていいなと思いますね。まあではね、ちょっとざっとした感じではあるんですけどもね、僕のお気に入りのヴィンテージシャツのご紹介でした。もうこのまま行くとね、僕の私服これ全部紹介するんじゃねえのっていうね、感じになっちゃうんですけどね。もうね、ネタが結構ね、カツカツっすね。まあこれどういう動画やろうかなってところなんですけど、ちょっと皆さんの意見もね、ぜひね、伺いたいところなんですよ。でね、ミリタリーの服もちょびっとだけね、あるんですけど、まあ季節がまだ全然ね、冬の服があったりとか、あとは、まだ今の段階ではね、早いなというようなね、もうとんでもな服もあったりするんで、まあその辺はね、木が熟したらね、ミリタリーの方はまた紹介していこうと思うんですけどね、まあ、とりあえずもっかね、どういう動画を出そうかってところなんですよ。で皆さんのご意見ぜひね、コメント欄とかでお願いします。まあミリタリーとか古着に関してこういうのがいいんじゃないとか、古着とは全然関係ないことでもぜひやってくださいとか、そういうお言葉をいただけるとすごくね、助かります。まあぜひね、お力をいただければと思います。よろしくお願いします。ということでね、今回ここまでになります。古着ヴィンテージ好きな方ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは Find me, find me Never know what happens in my life